はい、記憶法です。記憶には軸とか柿っていうのはストーリーとかのタイトルとかテーマになる共通のテーマ共通の特徴共通の仲間共通のつながり共通の法則そういう柿とか軸を作るのがあの大切なんですね。 そして、例えば、しりとりで覚えるとか、肺臭、シュッシュ、シュッシュとしりとり、脂肪、果実、頭文字で C か、それで、i 用順と軸だと、接眼レンズの次に次というか、対物レンズ後でつけるとそれで、背で対物レンズ、それで、ABC 順、次回の向き、N 極から S 極、こうやってあの軸となる法則とか、いろいろ作っていきます。 それで語呂合わせにしてみます。津島海流、利満海流、千島海流、日本海流。これで、釣り千日。これで釣り千日となります。それで、富山から米騒動が始まった。東十、八八、富山十八。下二桁だけどんどん覚えてきます。そして、家業。高野山、金後無事、新金州、空海。そして、家業で、 新号州空海で真空それで比叡山延暦寺そして天台宗最長で天才と覚えましょうそしてあの整理して覚えていきますそれでこのエンドの部分が同じでこのこっち側は違うんですねそれでエンドを割る先度を送るフレンド友達スペンドを過ごす 同じところ、違うところをまとめます。そして、両手にフラワー、ちょっと英語、日本語混ぜたりします。それでサタデー、土曜日は、サツルデートやります。それで、小さい魚を入れるのは、ルってやると、RU って書くから、小さい魚を入れて、シーンだけの時はウ、小さい魚を入れましょう。そして、こんにちは、ワンダフル。そして、 覚えるときに繰り返し繰り返し覚えていく。印象的に覚えていく。そして、見る、覚える、書く。だから漢字とか英単語とか見てから一回覚えてから書くようにするといいですこの覚えるを入れると覚えるようになってきます。見て書くだけだと作業になっちゃいます。そして、聞いて覚えて言う。これ、シャドーイングって言うんですけど、I have a pen って言ったら皆さんが I have a pen と。そうやって重,重さになって繰り返す。そういうのをシャドーイングっていうけど、これ一回覚えないと あの繰り返していくことができないこの覚えるの作業を入れるのにシャドウイングっていうのは効果的です。そしてあの人によって見て覚えるタイプ、聞いて覚えていく、あと書いて覚えていくタイプ。で見て覚えるにはあの絵で映像とかで覚えるタイプと文字で覚えていくタイプがいます。そして英単語をカシャカシャって見て覚えていく人もいれば。あの 先生の言うことが言葉が入ってこないので不登校になって自分で文字を読んで学年で一番になる人がいます。また逆に文字が全然分かんなくて聞いて覚える落語学者さんもいます。あと普通の人は書いて覚えていきます。書いたり動いたりして体で覚えていきます。こういうのを区民化が合わせて一番自分に合うようなものを覚え方を開発していくのが大切なんですね。